私は綾音、32歳の専業主婦。夫の啓太と6歳の息子の蓮と幸せに暮らしている。ママ、僕洗濯物を取り込むの手伝うよ。あら、ありがとう。助かるわ。僕はママのヒーローだからね。ママを助けるのは当たり前さ。頼もしいわね。蓮はお手伝いをたくさんしてくれるの。幼稚園のママ友たちに聞いても、こんなにお手伝いをする子はいないって。とっても優しい私の自慢の息子よ。そんなある日の日曜日、今日は仕事が休みで夫が家にいる。よし、買い物行ってくるかな。今日は俺が行くよ。お米も切れてたよな。車で買ってくるからさ。綾音は一人でカフェでも行って気分転換してくれば。え、いいの？じゃあお言葉に甘えてそうさせてもらおうかな。パパ、どこ行くの？スーパーにみんなのご飯を買いに行くんだよ。ねえ、僕も行っていい？あら、見たいテレビがあるんじゃなかったの？パパ一人じゃ買い物大変だろうし、お手伝いするの。そう、偉いわね。素敵な夫に優しい息子を持って、私は幸せだなってこの時感じていた。夫はよく蓮を連れて遊びに連れて行ってくれて、私の時間を作ってくれるんだよね。そうだ、今日はあの二人の買い物の様子を見てみよう。私は先に家を出てスーパーで待ち伏せし、こっそり様子を伺うことに。蓮はお手伝いちゃんとできるかな。ワクワク。あ、来た来た。パパ、買い物楽しいね。そうだな。あ、蓮、ちょっと買い物かご持ってくれよ。うん、わかった。うん、重い。体力ねえな。かごはもういいよ。そうだ、お前体力ないからこれ運べよ。え？そこで私は信じられない瞬間を見てしまった。夫は20キロのお米の袋を蓮に投げ捨てるように渡したの。パパ、重いよ。翔太くんはこれくらい持ってたけどな。俺の血を継いでいるのにこれくらい持てないなんて情けない。俺は先に行くぞ。待ってよ。必死にお米の袋を持って夫を追いかけようとしている蓮。危ないと思って私が駆けつけた時にはもう遅かった。蓮はお米の袋を抱えたまま派手に転んでしまった。蓮、大丈夫？ママ、痛いよ。なんだ、来てたのか。あなた何してるの？6歳の子に20キロのお米を持たせるって何？あ、何？文句あるの？男なんだから20キロぐらい持てるだろう。持てるわけないでしょ。蓮、怪我してるじゃない。これぐらいで怪我なんて情けないやつ。パパ、ママ、ごめんなさい。僕がちゃんとお手伝いできなかったのがいけないんだよね。ううん、蓮は悪くないよ。蓮は顔なども打ちつけていたので、私はすぐに病院に連れて行った。幸いかすり傷などだけで大きな怪我はなかったけど、夫があんな人だったなんてショック。それに気になることが一つ。翔太くんって誰？夫に聞こうとしたけれど、あれ以来夫は私と話すことを避けるようになったの。ねえ蓮、翔太くんって知ってる？うん、知ってるよ。え、たまに遊んでくれるお兄ちゃん、香織さん家に行くと遊んでくれるんだ。香織さんって？翔太くんのお母さんだよ。パパとすごく仲良しなの。僕と翔太くんはお留守番でいつも二人で遊びに行ってるんだ。え、香織？これってもしかして。そうじゃないと信じたいけど、蓮に話を聞いてから私はすぐに更新所に調査を依頼した。1ヶ月後、調査結果が届いた。やっぱりあの人不倫していたよ。翔太くんに蓮を預けた夫と香織さんはまっすぐホテルに向かっていたみたい。その証拠の写真も同封されていた。それから数日経つと夫の機嫌も治ったみたい。蓮もあれから夫を怖がるようなことはなかった。明日は俺が蓮を見てるから遊びに行ってきていいよ。明日もまた不倫をしに行くのか。蓮を使って不倫なんて許せない。私はその日復讐を決意した。じゃあ蓮のことお願いね。おう、行ってらっしゃい。ママ、またね。うん、パパにたくさん遊んでもらいなよ。うん、パパは遊んでくれないから翔太くんと遊ぶんだ。何おかしなこと言ってるんだ。パパといっぱい遊ぼうな。え、今日はパパが遊んでくれるの。やった。
今日はじゃないだろ、今日もだろ。よくわかんないけど、そうだね。じゃあ行ってきます。夫と蓮より早く出た私は香織さんの家に向かいインターホンを押した。するとあの憎き夫の不倫相手香織さんが出てきた。あんた誰？私がわかる？は？知らないわよ。ケータの妻って言えばわかるかしら。ケータって、あの人の奥さん？そうよ、家に入れてちょうだい。わかったわよ。あ、翔太くんだっけ？はい。いつも蓮の面倒を見てくれてありがとね。いえ。そして私は家に上がり、夫と蓮を待つことに。家の中には例の翔太くんもいた。年は中学生くらいかな。この子がいつも蓮の面倒を見てくれているのか。お邪魔します。あれ、なんでママがいるの？なんで彩音が？もしかして今日はママも遊んでくれるの？今日は特別なんだね。やった。ごめんね、今日はママパパと香織さんと話があるの。なんだ、つまないの。でもね、その代わりになんと今日は特別におじいちゃんとおばあちゃんが遊んでくれるの。本当に？本当よ、翔太くんも一緒にね。私は両親に頼み、蓮と翔太くんを別の場所で見てもらうことにした。どうしてここに彩音がいるんだよ。あら、知りたい？蓮に教えてもらったのよ、香織さん家で翔太くんといつも遊んでるって。蓮のやつ、内緒にしろって言ったのに。蓮に怒るのはおかしいでしょ。悪いのは誰？使えないやつだな。息子を物扱い、本当に最低ね。不倫してるのよね。ああそうだよ、悪いか。お前には飽きたから香織と不倫してるんだよ。あ、そう。じゃあもう離婚でいいわよね。お、離婚してくれるの？ラッキー。香織、やっと結婚できるぞ。は？なんだ、嬉しくないのか。私はあんたなんかに本気じゃないから。別れたら結婚してくれるって言ったじゃないか。あんなの本気にしてたの？ウケるわ。あんなのただのノリよ、ノリ。あんたは遊び。私今の夫と離婚するつもりは一切ないわ。勘違い男って寒いわ。そんな、哀れね、不倫相手にも捨てられるなんて。だけど香織さん、あなただけ元の生活に戻れると思う？旦那さん単身赴任中なんですってね。はあ？あんたがなんで知ってるのよ。更新所に調査してもらったから、あなたのことなんか全部知ってるわよ。更新所？私旦那さんに手紙送っちゃった。どんな手紙送ったの？あなたと夫がホテルに入るところの写真を入れて不倫してますよって。なんてことしてくれたのよ。今頃旦那さんに届く頃かな。旦那さんが許してくれるといいわね。あの人が許してくれるわけない。不倫するやつだけは許せないって口癖のように言ってるもの。どうしよう。あやね、許してくれないか。やり直そうよ。さっきまで離婚してくれるのラッキーって言ってなかったっけ？あれは冗談だって。別に冗談じゃなくていいのよ。6歳の息子にお米の袋を投げて渡すような人と別れられて、私も蓮もラッキーよ。そんなこと言わないで考え直してくれよ。シングルマザーだとお金だって大変だろ。余計なお世話よ。あなたたちからの慰謝料とあなたからの養育費があればどうにかなるわ。私も働くしね。慰謝料？養育費？そんなの払えないって。私だって無理よ。夫に離婚されちゃうかもだし、あんたの旦那からだけもらえばいいでしょ。いいえ、二人ともしっかり払ってもらいますからね。その後私は夫と離婚、慰謝料も2人からしっかりもらった。香織さんの旦那さんにも無事手紙が届き離婚になったみたいだよ。翔太くんは旦那さんに引き取られたんだって。夫は離婚後、離婚と香織さんに振られたショックで仕事が手につかなくなりクビになったみたい。今はコンビニでバイトしながら養育費を支払ってるそうよ。本当に哀れね。私はというと、今は蓮が生まれる前に働いていた会社で再び働いているの。
シングルマザーは大変だけど、職場の人も理解があるし、なんとかやっていけてる。ママ、お仕事大変？大変だけど、レンのために頑張るよ。そっか、ありがとう。ママが元気になるように肩叩きしてあげるね。ありがとう。僕はママのヒーローだから。レンは相変わらず優しい子。このまままっすぐ成長していってほしいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。